バイリンガルウェブマガジンディグ東京、カズーことジーカズオペニャです。2020年4月6日月曜日の今週のお知らせです。今週はサイケデリックロックの影響を受けたソウルとファンクの黒人ミュージシャンたちについてのコラムを前半と後半に分けて公開しました。以上、4月6日の今週のお知らせでした。皆さんどうか体に気をつけてください。www.digtokyo.jp